ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は。野村古道作銭形平次。鳥り物控えより三軒長屋。この作品は昭和二十八年。千九百五十三年オール読み物七月号に掲載されたものです。それでは。本文をどうぞ。 第一章おやぶんいい天気ですねこれで金さえありゃ君風に懐を膨らませて八五郎はふらりと入ってきました相変わらず寝起きの良さそうなのんびりしたかぼですおはよう。天気が続くと懐の方も軽っちりらしいなおさしの通り 死亡値はおしめるにもありつきませんよ。いよいよ料金を入れ替えて、まさか泥棒を働く気になったわけじゃあるねえな。さらジャブで、泥棒なら縛るのが役目で。わしの考えたのは金貸しですよ。こいつは義理人情さえ考えなきゃずいぶん儲かるそうですぜ。なるほど。いい料金だが、おめえにはできねえよ。デイチ元手があるねえ。なるほど。そこまでは気がつかなかった。 その代わり下痢人情がありすぎるちげえねえあの子もそう言いましたよ。などと二人ともいい心持ちなものですところで麹町9丁目のお騒ぎはどうなったんだとのことですよあの辺は番長がちいえからこっぱ玉と安子家人の巣だ言うことがあらっぽいなもう少し丁寧にものを言え。 旗本や御家人の粒の小せえのには不面のよくねえのが多いからこっそり繁盛しているのは七夜と金貸しだ大きいのは九丁目の鍵屋金右衛門から小せえのは唐辛子屋のケチベイに至るまでなんでそら本名は七米だが人間があんまりケチだから路町じゃケチベイで通ってもさ唐辛子屋というから 昔は名の色唐辛子でもったのかと思って聞くと「何鼻の頭が赤くって目が悪くってそのくせ申し分なくこすっからいから人呼んで唐辛子や人呼んでときやがったな」「<laughs> 時々は額のあるところを見せておかなきゃ人がバカにしていけません」「バカにするもんか次を話す平次は八五郎の情絶を封じて次を促しました。 あの経営は近頃物騒でならねえと言うから土地の清水谷の常親分に渡りをつけて行ってみるとなるほど二三軒やられましたねどことどこだそれが取られたひも評判が良くねえのばかり九丁目の金貸し鍵屋金右衛門と三軒長屋のケチ兵衛じゃ泥棒をあげる張り合いもありませんやおめえの言うことは変だなあ だって考えてくださいよ。首と釣り替えのハンコに物を言わせて貧乏人の首を締め上げるようにかき集めた何千両の金のうち5両や10両取られたところで大したことはねえじゃありませんか。あっしはもう嫌になって消えてきましたよ。取る方が泥棒でなく、取られる方がべら棒で。乱暴だなおめえの言うことは。泥棒を勘弁していちゃご聖堂の表が立たねえ。へっ、笹野の旦那のセリフみてえで。 八五郎にはこういった途方もなさがあったのですもっとも江戸の聖堂も大廃棄になると義賊という輩が横行しました日本大門雲霧二左衛門ネズミ小僧神道徳次郎いわく何がしいわく何がしと幕末の世界では芝居と公爵の英雄にさえなってしまいましたが本質的には 百両盗んで十両を恵む程度で今日の税金よりはよっぽど安い明賀金で市民たちのヒロイズムを満足させたわけですそれはともかく我が八五郎までが金貸しばかり荒らしたという貴族かたぎの泥棒に同情してふらりと戻ってきたのでしょうところがもう一度出直さなきゃなるめよえ実目の様、ま。 お下屋敷にも変なことがあったそうでおるすい役の安藤求め様とおっしゃる方が笹野の旦那のお口添いで宣告お見えになったよおありさまで何をやられたんでおしも屋敷だから市ヶ谷のお上屋敷と違って出入りもやかましくはなくお見張りも手薄だもっとも六十一万石のご意向に驚いてめったなことじゃ間違えはねえというがへえ難気なんで ところが三日目のこと、不条文の上を乗り越えてへって、御隠居様お今に忍び込んだくせ者があり、手文庫を持ち出して庭石してき割ったというのだ。夫も中身は空っぽで金は取られなかったということだが、ざあみやがれ。ええのは、こちとらもで大うも大した変わりありやせんね。バカなことを。 したらねえとなると火箸の引き出しに穴の開いたのもなくなるがお大名は勘定型のところに万と用意してあるともかく金は取られたわけじゃねえが物騒でもあるから一応お調べを願いてえとこういう工場だそれで親分が出かけようというわけで気の毒だが案内してくれ大名や金貸しには俺だって付き合いたくねえが笹野の旦那の頼みがあるからちょいと覗いてみよう平士はいよいよ この小事件に飛び込むことになりました。第2章ここですよやぶんへ。こんなところにこんな化けそうな長屋があったのかね。兵士がそう言ったのも無理のないことでした。近所は大名屋敷と旗本屋敷ばかり。その中に挟まった工事町の町家。そのまた奥にしひしがれたような山間長屋があり。 騒ぎの中心地はそんな厄介な場所だったのです表通りには鍵や金右衛門の広大な構えがあり隣の酒屋との間に木戸があって木戸を押し開けて入ると片側だけの三軒長屋月あたりは狭い道を隔てて尾張様の下屋敷です鍵や金右衛門は十七八年の間に数万の金をこさえた 鬼のような六男強情で我慢強くて冷酷で無残でそのくせ助才のない男金貸しに生まれついたような人間ですこの金右衛門を恨む者は江戸中に何百何千人あるか分かりませんが用心深い上に元は武家だった金右衛門は相当以上に武芸の心得がありその上雇い人の喜三郎という 若くて達者なのがいるので宝の山を眺めながら小泥棒などでは手も出せなかったのです江戸の名ある泥棒たちには長い間それは一つの課題でした非道なことをして貯めた鍵屋の金をたった1両でも取ったものがあればそれはまさに泥棒競争のゴールを征服したもので仲間への誇りにもなったことでしょうごめんよ がたのをて八五郎は先触れをしました江戸一番の親分といった誇りに満ちたちょぼしですが「これはこれはとんだ世話になりますがなに大したことでもないので」などと貧乏人に金を貸して満了奉厳にでもなろうという金右衛門にとっては銭形平次も貧乏な一私生人でしかありませんでも 届けがありゃ来ねえわけにもメールがせんよ八五郎に話したことでしょうがもう一度平次は下手に出ました金で慢心している人間にはこうするほかに手はありませんなあにつまらねえ空き巣狙いで店が空っぽになったところを狙って繊維箱をさらって逃げたようで中身は小判が5枚と小粒が少々いやほんのスズメの餌ほどで

まったく盗賊の狙う隙もないはずです平治は一応のことを聞いただけで鍵屋を出ました細くて深い路地を入ると突き当たりに頑丈な木戸それを開けると片側の三軒長屋が並んでおりますこの長屋は底辺ですよやぶん。何が底辺なんだ一軒目は学者でどどいつも雑配も心得ている恐ろしく粋な先生足も体も悪いが 昔はお家を狙うくせ者みていな名をしているうん二軒目は唐辛子屋のケチ兵イだ表棚の鍵屋同様金貸しには違えねえがこれは一両とまとまった金は重ねえ鍵屋で断られた落ちこぼれをいただいて三百五百からせいぜい三眼五冠二部金一名借りると払いの機嫌には噛みつかれそうになる それに目が悪いから夜は外へ出ねえ変わったのがいるな3軒目はデークの判事これだけは真面目な人間で職人のくせに少し欲は不敬が親孝行で評判のいい男ですよところで変わっているのはこの3軒は恐ろしく仲が悪い大沢伝右衛門は他の2軒を虫けらのように言うしヘチベイなどはお隣のくせに相長屋へは百も重ねえ 判事はうるせえから顔を背けて通るという安兵衛これじゃあ仲良くなりっくかはありませんねうんその中のうちのケチ兵衛が留守中に溜め込んだ金を重量も取られまるで吉兵になっていますよ陰謀人の恨みの塊みてえな金だ取られたらとんだ厄落としだろうと思うとお地に届から戻ってきて金がなくなっていると分かると農房のお百とつかみ合いの大喧嘩かだうぬが取ったにちげえねえ 何をこの野郎と打つ引っかく蹴飛ばすはみつく騒ぎ夫もケチベイの留守に女房のお百が長姉の湯へ行ったのが悪かったともかく死ぬの生きるの騒ぎだったそうですよ悪理はありませんねケチベイにとっちゃ重量は命がけの大金だそれがどう収まったまだ収まりやしません見るに見かねてお隣の浪人門が中世に入ったが 足が悪くてらちが開かねえのに越兵衛の女房を百は手が早いからしたたかに引っかかれて大沢伝右衛門敗北は大笑いでしょう。八五郎の話はいかにも面白そうです。 第三章いや銭形の親分まあずまっと四十五六の盛んな年頃ですがひどいびっこで青白くて日本雑誌として物の役に立ちそうもありませんが雑牌や石画が絵手でチラシを描いたり配り物すり物の図案をしたり。 大大作、大とつくものなら何でもできるので町内の弔宝物になり武家だか太鼓だかわけのわからぬ生活をしている男でした宗発に汚い合わせ尻が抜けて膝が抜けてそれを枯れ木にも根巻きにもしようという徹底ぶり江戸という時代にはこんなにまで落ち果てながら上も小声もせずに 棚賃を3年も貯めて、安女として暮らしをしていく方法があったのです。とんだお邪魔をいたします。何の、親分でもさばいてくれなきゃ、私は夜もおちおち眠れませんよ。昨日も窓を突き破って、とっくりとすりこぎが飛んできたが、あの夫婦喧嘩かと来ると、旗の者の命が危ない。でもどうも大変な長屋だが、 コスに越されず飛んだ難で、そう言いながら大沢伝右衛門は娘を呼んで汚い茶碗に茶を汲んで出すのです娘は十七八非凡の美しさですが茶道具の汚さも非凡ですおや<い>八五郎は気味悪そうにそれを止める間もなく平次は取り上げてすすりましたこれは亭主とお茶っすね。 様、ま、いやそう言われると恥ずかしい落ち果てた拙者だがお茶だけは税を言っているよその茶は江戸じゃ手に入らない今日の知り合いに頼んで宇治から送らせてよへえそらてえしたこって平次も開いた口が塞がりませんどう見たところで泥棒と縁がありそうもありませんが念のため聞くと「いや私は何にも知らない」 二三日前の夕方であった七兵衛殿が留守で目が不自由でも貸金の取り立ては人に任せられないと見えるその後でオナインや町内の湯へ行った何でもそこへ賊が入ったらしい幸い大金の隠し場所は見つけなかったらしいがそれでも拙者などには及びもつかない十両という金を取られたのだそうだ帰ってくると大騒動で おかげで私も娘も一晩一睡もしなかったよそういった話が全部です隣の唐辛子や七兵衛は平治が声をかけても返事もしませんでしたが八五郎ががらりと開けて入ると女房のお百と子供がにらめっこでもするよぼに火のない火鉢を隔ててにらみ合っているのです「誰だいいきなりとなんか開けておや 八五郎親分か泥棒の見当でもつきましたかいこういった調子です目が悪いと言っても入っていった八五郎の人相がわかるようでは少しは見えるのでしょう五十前後の大入道で醜くもあり不気味でもあります頭を丸めているのは目が疎くて一人で髪の始末ができないので発疹して入道したわけではありません 形の親分が来てくだすったよ。ほう銭形の親分おみぞれ申しました。私の災難のことは八五郎親分からお聞きのことと思いますがなんとかして泥棒を縛って私の金を取り返してください。お願いお母 <laughs> いきなり板の場に手をついて平士の方を拝むケチベイです。 金に目印がねえから急のことじゃ難しい。最もおめえに少しは心当たりでもあるなら別だが。平次は当たらず触らずに受けました。金に目印ございますよ、親分。わしの手に入った小判はいちいち目印がつけてあります。わしはこの通り目が悪いので、 ハ金のミッすぐと掘ったカキハの下にちょいっとタガネで傷をつけております。病室の形状小判ですからすぐわかります。ケチベイはこういった途方もない男だったのです。なんてよった。変化の通用金に傷なんかつけやがって。八五郎はカッとなりました。金持ちのすることがいちいち勘に触ってたまりません。第一、ケチベイ夫婦のみなりは大変でした。

保護紙が三重にも四重にも貼られて真昼も薄暗い生活ですまあいいよハところで心当たりはねえのか日頃うちの辺りでうろうろしていたものとかなんとか心当たりはありますよ左隣の浪人者でなきゃ右隣のたたき大工でどっちも貧乏で百の銭にも困っていますわしどもの留守を見定めて仕事をするのはいずれ近所の者で でもなきゃ誰がこんな貧乏くさい路地へ,へってうろうろするんですか七兵衛の告発は遠慮も会釈もありません。その時でした。外から七兵衛のうちの格子に飛びついて力任せにひっぱたくものがあるのです。やいやい。 何をいやががるんだ俺がいつ泥棒はばかりながら小判なんてものは間に食わせるほど持っているぜうぬのためた汗くせえ小判なんかに半んもっ掛けてやるなんかあれお前そんなこと言って後ろから年寄りの女が飛んで出てその男を引き戻しております ほっといておらおっか。そうでなくってさえ、コシトラを貧乏に厚けにしやがって、気に入らねえけじべだ。泥棒にされちゃ親の何もかかわる。土壌骨を叩たたきおって、キリキリ舞いをさせなきゃ。それは言うまでもなく、お隣の大工、半地の威勢のいい姿でした。平地に目配せされて、八五郎が飛んで出ると。まあ、兄、わかったよ。相手は名大のけじべだ。腹も立とうがん。 ななどとなだめてぼります七兵衛のすさまじい家ちを出て判事をなだめなだめ平次も一緒に親子二人住まいの大工の家をのぞいてみました貧乏くさくはあるが小ざっぱりした住まいで判事は型のごとくいなせな二十分五六のいい男です母親のおかくは六十不過ぎこれはしわだらけでくたびれて一向にせがれに似てはいませんそこを出て 路地の突き当たりは頑丈な塀向こうの尾張様の講義がうるさくてここには門も木戸も作れません細い道を隔てて尾張様の押しも屋敷この辺りがなるほど尾張様の不条文に当たることでしょう元の路地を引っかえして九丁目の往来へ出ると平次は八五郎を振り返ってこう聞くのです「八何か気のついたことはねえか?」。 わかりますよ。金を貯める奴にもいろいろの方があり、貧乏人にもいろいろの方があるということが、そんなことはどうでも構わねえよ。俺たちだって貧乏人のまた違った方さ。それから、本ンという男はいい男ですね。威勢が良くって男っぷりが良くって、鍵屋の手代の木三郎もいい男だが、他に、浪人者の娘はおよさんといって十八ですが、可愛らしいでしょう。それじゃあ、 ここんななとに気がつかかかった鍵屋の金右衛門をはじめ今日会ったのはみんな元は武家だということだよへえそうでしょうかケチ兵衛なんか随分不景気なお武家でそれから尾張様の兵は大抵じゃあこせねえがあの長屋の兵から尾張様の兵へはしごを渡すとちょいちょいと宙乗りをして楽にこせるよへえそのはしごは鍵屋の裏に手ごろのがあるよ ほほなるほど平次は早くもそんなことに気がつきましたが尾張り家には被害がなかったので荒立てるまでもあるまいといった様子でそのまま戻ってしまいました第4章それから3日目には9丁目の事件は破局に押し上げられてしまったのです清水谷の常吉のところから古文のものが飛んできたのは それはもう暮れ近い頃でしたわやぶん九丁目までお願い申しますなんだ何があったんだケチベの夫婦ゲンカか八五郎が取り次いで先をくぐるとそんなことじありません金貸しの鍵や金右衛門がやられましたよ手代の久五郎も切り地にで姪のおぬえが巻いてばかりですそいつはてへだ行ってみよ平次と八五郎が九丁目の鍵屋へ着いた時は 家の前は人だかりで真っ黒清水谷の常吉とその子分たちがそれを追っ払うのに骨を折っております銭形の親分この通りだ鬼と言われた鍵屋の旦那がこうもろくもやられようとは清水谷の常吉の案内で平次と八五郎は鍵屋の奥へ通りましたそこには主人の金右衛門が細引きで首を絞められて ものすさまじい形相で死んでおり少し離れて手代の喜三郎これはめちゃめちゃに切られて死んでいるのですあまり手をつけなかったこったろうな平次は清水谷の常吉に聞きましたこれは中年輩の手堅い御用聞きです銭形の親分に見せるまで手をつけさせめえと骨を折ったよ そらありがてえ。この主人の首を絞めた細引きが恐ろしく長えのなだ。何か訳がありそうだ。そればかりじゃねえ。首を絞めて殺した上にとどめまで刺しているぜ。なるほどな。それも死に切ってから刺したとどめだ。首を刺したのにあんまり血が出ていねえ。おやおや、とどめは人たちでたくさんなのに、三箇所も刺しているのは念入りじゃねえか。生き消えるとでも思ったのかな 平地も小首をかしげますもっともこの主人は強そうだ金貸しじゃ鬼と言われたがしないだこや面連れから見ると随分武芸に苦労した人らしいな首を絞められながらも部屋中暴れ回っている恐ろしい力だこんな相手を絞め殺すには上の上こす腕前のもんか三人も五人もかからなきゃ平治はふとそんなことを考えているのです手代の木三郎は 後ろげさに切られたものでそのほか右脇腹に深々と突き傷があるところを見ると後ろと右と両方から敵を受けたものでしょうその手代の懐からこんなものが出たよ。清水谷の常吉が面白そうに渡したのは女の手紙が5本小菊に書いたなかなかの達筆で5本を合わせて小寄りで束ねてあります。 中身は、他愛もない色文ですが、殺し文句のないところや、ほんの用事だけ書いたところを見ると、決してクロートのものではなく、素人の娘が書いたとすると、小肉は少し贅沢です。念のために花へ持って行って嗅ぐと、プーンと白弾の匂い、平治は容易ならぬものを感じます。取られたものは、平治がそう聞くのを待っていたように、 確かなことは分からねえが空の染料箱が2つも庭に放り出してあったよ中身は小判のかけらもねえあとは名のおぬいさんとやらに聞いてみよう常吉は早速子分をやっておぬいを呼びました223の少し嫁ぎ遅れらしいこれは醜い女ですおぬいさん平次親分にみんな話してくれ振り返しても構わねえから 常吉に促されて「私はこんなことになるとも知らずに本所の知り合いのところへ行って泊まりました」「今朝少し早めに帰ってみると入り口の格子と縁側の雨戸は一枚開いたままであとは戸が閉め切ってあり驚いて中へ入ってみるとこの様でしたこれがおいいの知っている全部のようでもあります少し突っ込んで聞きて隠さずに話してもらえて」「はい」 何も隠ししません主人は元は武家だったな私もよくは存じませんが何でもおじの仕えたのは北の国の大半だったそうでございましたおじが生きているうちから固く口止めされました名前は花屋健之助と申し百五十国を半だと申します二十年前に浪人して 手元が豊かだったので金貸しをはじめ少しの間に人の驚くほどの心象をこしらえました手代の喜三郎は当変のものでございます私と一緒になって鍵屋の跡を継ぐことになっておりましたが醜い女はさめざめと泣くのですそら気の毒だところでもう一つ聞きて近頃喜三郎の様子は変わっていなかったかなさあこの手紙 貴三郎の持っていた手紙は誰の書いたものだろうさあ少しは変に思いましたが恋する者の敏感さでおぬいはうすうす喜三郎の態度の変化には気がついていたのですがその相手は誰かそこまでは全く気が付かない様子です第五章平次はそれからうちを一回り丁寧に調べ始めました よく見ると戸締まりは恐ろしく厳重ですが、縁側の雨戸が一枚、外からこじ開けた様子で敷居の傷んだところがあります。おやぶくせもんはこっから減ったに日々あれませんよ。海でこじ開けた跡がありますから。待て待て、早がてをしちゃいけねえ。その敷居の損じた跡に少しじゃあるが血がついているだろう。えい、え、そういや血のようでもありますね ほじあけて減った後の敷居の傷に血がつくだろうか。くせんはそこから減ったかもしれねえが、出たのは入り口の方だぜ。わからねえのかそら、主人と手代を殺した後でつけた傷だよ。え夜の細工だから、自分の手か飲みかについた血が、そんなところに証拠を残そうとは思わなかったろう。すると酔いのうちに減って夜中に仕事をしたか。 でなけうちの中に敷き入れたものがあったはずだ。家の中のものというと主人のほかには手代の喜三郎だけじゃありませんか2人とも殺されているんだからこいつは変ですね俺が考えても変だよ平次はなおもうちの中を探しましたがやがて奥の一間の床下に厳重なせいを組んでそこに染料箱が3つあることを発見しました庭で打ち割った2つは多分 押入れか戸棚に入れてあったためにすぐクセモノに見つかったのでしょう瀬戸の親分変なことを聞き込んだぜ清水谷の常吉は顔色を変えてやってきましたなんで清水谷なクセモノはユンベ取った二千両をばらまいて歩いているということだえ鍵や金右衛門に絞られて困った貧乏人へ世の明けねえうちに五両十両 中には三十両五十両とばらまいたそうだその金は不思議に鍵屋に絞られた利息だというから変じゃねえか手代の木三郎も死んでいるから帳面を見てやったこったろうよ一晩のうちに巻ききれなかったと見えて巻いた残りの千両は帳面を添えて成瀬横丁の地震盤に放り込んであったそうだ皮肉な野郎だな平次も一度は 馬鹿にされたような気で腹を立てましたが相手の仕事に深い司祭がありそうでしばらく考え込んでおりますところでこれからどうしたもんだろう銭形の事件がこう複雑になってくると清水谷の常吉では手のつけようもありませんうち中のものを調べるんだ武家上がると分かれや書いたものか門のついたものがあるだろう鍵や金兵衛の門は抱きみようがだが 違ったもんがありゃそいつは何か訳があるに違えねえ。門などというものは町人には大した意味もありませんが武家にとってはこの上もなく神聖な表彰です。いろんなもんに抱き妙がついているが他には羽舞台の文服と蒔絵の手破りに都会鶴の門がついていますよ。八五郎はようやく手がかりを見つけました。門尽くしを見ろ武漢でもいい。 向貝鶴の門所は、そいつは南部様だ。欧州森岡で十万石。あしは南部坂のお屋敷へ出入りしたことがあるから、間違いはねえ。清水谷の常吉は言うのです。その南部様の家中に、滝き名の門をつける人。二十年前に浪人したものはないか、それを調べるんだ。金谷健之助と言ったようだが、そんなことは当てになるなんか。それも変名だろう。清水谷の親分が、 南部坂の屋敷を知っていいとも俺はもう少しここで調べてなかなかやっけえなことらしい平次は腰を据えました第六章親分変な話を聞き案したよ何が変なんだ近所をしとまわり世情の噂をかき集めてきた八五郎は妙に酸っぱい顔をするのです殺された手代の喜三郎は 近頃女が出来ていたんつって。女相手はこれが大変で。親分もご存知でしょわかったよ。三軒長屋の浪人門の娘、およりさんとか言うんだろう。その通りですがどうしてそれを若い男と若い女は近いのを引っ張り合うよ。磁石みてえなもんさ。喜三郎はいい男でつい裏に住んでいる。大沢伝右衛門の娘のおよりは、めっぽういい娘だ。 親分にしては別かりがいい。ところで足の近くには若くて綺麗な娘はねえ。二りあのおかんこじゃ間に合わねえかあれじゃ、磁石の針が逃げる。相変わらず無駄が多いな。ところでもう一つ証拠があったよ。何でそそら貴三郎の持っていた女の手紙はみんな小菊に書いてあったな。ええ。小菊なんかはコチトロの花紙になるもんじゃねえ。ミス紙ならあの子がくれる。 殴るよバカこの辺りで小菊の返しでもザラに使っているのはお茶人の大沢伝右衛門だその娘のおよりがバカに妻外れがいいと思っているとおお相手をこしらえてやがる手回しないいかて平次と八五郎の掛け合いは場面が緊張すればするほどこういった具合でしたところで八おめえに頼みがあるが 三元長屋の門をみんな念入りに調べてえが清水谷の古文集もいることだろう一人一人念入りに調べてくれえっケチ兵の目と王様伝右衛門の足はそんなに悪いのかバイクの判事の身持ちはどんな具えか分けても女の関わり合いはねえかそんなことならわけありませんやアボコでも吸って待っていてください気の軽い八五郎はさっと飛び出してしまいました 間もなく清水谷の常吉は麻布の南部屋敷から戻ってきました金谷賢之助などとは嘘八百だ南部様のご飯中で20年前に浪人した滝名がの紋所は大竹孫右衛門と分かったよ浪人したわけはその大竹孫右衛門は悪い野郎で散々悪いことをした挙げ句 金蔵に大穴を開け案頭の宇佐美左内に腹を切らせて退転し江戸の町の中に隠れて大金儲けをしているわけだそれが鍵屋の金右衛門に間違いはあるねえな武芸も相当推しの強い男で抱き名がの門どころ間違いはねえよその大竹孫右衛門を殺したのは 手落ちのために腹を切らされた宇佐美さないの一族にそうやるねえということで宇佐美さないは二十年目に腹を切ったが名分が立たねえ上にその子の何がしは学者で入弱で敵討ちも果たし合いもできず一族はみんな敗堅してしまったが殿様も事のほか惜しんでおられるということだあれがてそれでお方分かったよ平氏はもう。 何もかも分かった様子です間もなく八五郎が戻ってきて平治の調べに最後の信念を与えたものでした親分、妙なことがあるんですね何が妙だ税クの判事はいい男だが親方の評判はあまり結構じゃありませんよどういうわけだ仕事はできるし人間もしっかりしているが欲が不敬相ではてね、仲間に見いだのかな たたままに傷だっってて親方は言ってましたよ。それから近頃は「許嫁に嫌われて腐っている」とも言いましたがそれは誰でしょう。さあお夜かな平次は考えてしまいました事件をこうも心理的に取り扱うのは平次に好ましいことではないのですがこの9丁目の事件には物と物との称号も目に見える証拠だけではありません。 片付けられないものがたくさんありそうですもう一つ八五郎はちょっと考えた末こんなことを言いました「なんだ思い切ってみんな言ってしまいない」「したことじゃありませんがねさっき浪人大沢伝右衛門のあの綺麗な娘およろさんがそっと鍵屋やってきて手代木三郎の死骸を拝んで逃げるように消えましたよ」 わけえ娘にはできねえことじゃありませんかその時あの仏様の前に置いた色文の束でも持って帰ったのかい,いえそれどころか色文の束を喜三の死骸の胸の上へそっと乗せていったようで若え子というもんは思いのほか大胆不敵なもんですねおめえは羅生もんしばかりあさって歩くから素人衆の娘の良さを知らねえんだよが、ま、ともかく油断がならねえ 俺はあの浪人門の大沢伝右衛門さんのところへ行ってみる平次は三軒長屋のとっつきの一軒浪人大沢伝右衛門のうちへやって行きました第七章ご覧んくださいおや銭形の親分今日は嫌なことを申しに見えりしたが平次は貧しい老宅に通って玄関も今も兼ねた とっつきの六畳に通りましたそれはそれは老人大沢伝右衛門はぬからぬ顔でそれを迎えましたわっしゃ何もかもみんなわかったつもりですが副像なくお話を願いませんかいいとも望むところだところでお嬢様は自分の部屋と言ってもたった二間のうちだがその四畳半へしっこんだ様子だ そ,うそいい平次はいきなり立ち上がると愛のからかみ古くて張り紙だらけのをさっと開けましたほ<う>それは寸刻を争う危ない場面だったのです浪人大沢伝右衛門の娘八五郎に言わせるとあの可愛らしくて賢そうな十八娘のよりが覚悟のみじまい見事に両の膝を しごきで結んで片手に地図をかけたまま母の片身という会見で玉のような白い喉をかき切ろうとしているではありませんかほっとお嬢さんむすみ。左右から父の大沢伝右衛門と銭形平次はそれを止めるのが精一杯ですお嬢さんを本当に思っているのは感じはにいいですよ早まっちゃいけません平次はその会見をもぎ取ってこう続けるのです木桜は 二千両の金に目がくれて鍵屋の主人を裏切ましたそれをばらまいたのは他じゃねえ半次兄じゃありませんかお嬢さん謝っちゃいけません喜三郎は二千両の金に目がくらんで裏切りをしましたが半次兄は最初からおしめまでお嬢さんのことばかり考えていましたおよりはもう父の膝に泣き伏しておりました死ぬ気などはとうになくなってしまった様子ですところで大沢さん みんなを呼んでください足は話していることも聞きていることもあるいや大沢伝右衛門は首を振りながら続けましたみんな逃げましたよ銭形の親分残っているのは足の悪い私と死ぬ気になった娘だけだ三軒長屋の狂言も大竹孫右衛門を打てばおしまいだこれで何もかもおしまいになったさあ銭形の親分 悪いことがあったらこの私を縛ってくださいそう言って自分の手を後ろに回すのですあっしはもう縛る気などはなくなりましたよ大沢さんお嬢さんもつまらねえことを考えずに百までも生きてください半次兄はいい男ですよ平氏はそう言って八五郎と共にここを引き上げることになったのです親分 足にはまるで剣刀がつきやせんよ。どうしたことなんです八五郎はとうとう江戸木をせがみました事件があんまり複雑で八五郎には見当もつきません南部のご藩中で20年目ご金蔵版の宇佐見ないは職務の落ち度で腹を切り用人大竹孫右衛門は藩中の大金を盗んで江戸へ身を隠し 氷の金金を貸して鍵や金右衛門となった腹を切った宇佐美左内の一族は日はこちらにもあって敵討ちも渡し合いもならずそうかといってこの手も捨てかねて長い間散々探し抜いた末法事町九丁目の鍵屋金右衛門が大竹孫右衛門の変名と知りいろいろと骨を折って裏の三軒長屋を全部借り受け 仇同士のような顔で長い間時を待っていた老人大沢伝右衛門親子も唐辛子屋のケチベイ夫婦もレイクのハンジ親子も宇佐美早内の一族だったその三元が仲が悪そうに見えて実は敵討つ時期を待ったけども何英語ってそのうち鍵屋の手代の木三郎を仲間に仕切れた これは金が欲しさに主人に裏切りしたが最初は宇佐美一族の勧めで心ならずも大沢伝右衛門の娘およりが進んで喜三郎と親しくなって仲間に仕切れたものらしい「へえ<ー>喜三郎は悪い男だ主人を一人じゃ殺せねえと知って大勢の仲間になったが一方では主人の手分庫を盗んだり美衆の押しも屋敷に忍び込んだり越兵衛の金まで盗んだ」 金門を殺した時も細引きが長すぎると思ったがあれは大勢で締めたからだ恨みが深敬からとどめは三人で刺したそれから喜三郎は主人の金を持ち出したが宇佐美家の一族はそんなものを取る気はないその上大工の判事は喜三郎が尺に触ってたまらねえからいきなり後ろげさに切ったことだろうそばにいたケチ兵は脇腹を刺したなるほどねえ そうして鍵屋の帳面を敷き合わせて足の達者な判事は二千両の金をばらまいて歩いたことだろう。俺を見て三軒長屋の者はみんな逃げ出してしまった。大沢親子だけ後始末に残ったというわけだ。が、まあ、およりは喜三郎が死んでしまったので娘心で生きてる張り合いもなくなったことだろう。喜三郎は悪い男だが男っぷりは良かったし一族の道具に使われたと言っても。 およりは一本に過ぎたかわいそうに娘を道具なんかに使ってこればかりは嫌なことだったよでもハンジはいい男だからおよりも気を取り直してハンジと一緒になる気だろうよそうなってくれるとありがてえなケチベイ夫婦の喧嘩はどうなるましょうあらみんな狂言だよケチベイはケチな男じゃねえ きっとちけうちこの二三年の間に絞った貧乏人の金をみんな軽して歩くだろうはあ <laughs> 驚きましたねあの事件を発展させた複雑な心理は八五郎には読めそうもありません野村古道作「銭形平次取物控えより三間長屋」「書室」 オール読み物。昭和二十八年 （1953 年）七月号より読み切り。 います